今回は松屋の鶏のバター醤油炒め定食特盛ですね。こちら食べていきたいと思いますね。いやいいですね、この鶏肉ですよね。美味しそうじゃないですかね。こちらをご飯にかけていきますよ。特盛ですからね、すごい量ですよ、これ。ご飯もですね、入れていきますよ。いや、このバター醤油のいい匂いが上がってきますね、これ。やっぱりご飯の上に乗せるだけでも漂ってきますよ。いい匂いがですね。でもこれもすごいですよ。このボリューム感ですよね。この肉がゴロゴロしてるのもいいですけど、ご飯の量もすごいですからね。これがどうなるかってとこですけど、早速こちら切っていこうかなと思いますね。断面どうでしょうかね。こちらさっき入れたばっかりなんですよね。こちらのタレがご飯に染み込んでると思うんですけどね。早速切っていきますよ。醤油炒め定食の断面ですけど、結構綺麗じゃないですかね。これ醤油というかタレがですね、下まで染み込んでますよ。いい感じでですね、これは期待しちゃいますよ。こっちもそうですよ。もうさっき入れた瞬間にも汁が下まで染みてて美味しそうじゃないですかね。早速いただきますけど、とりあえず鶏の方からいきますよね。鶏肉をちょっと一つまみいただきます。やっぱバターの染み込み方いいですね、これ。鶏肉全体にバター醤油が絡み合ってる感じで美味しいですね。早速ご飯の方もいただきますね。いや、バター醤油の感じでも結構まろやかですね。バター偉大ですね、やっぱりですね。いや、食べ応えありますよ、これ。ニンニクも入ってると思うんですけど、バターのおかげでだいぶ食べやすくなってますね、これ。いや、食べ応えたっぷりですよ、やっぱり。なんだってこの鶏肉の大きさですからね。やっぱいいですね。いいもんですね。やっぱこの美味しさがたまんないですね。思いだけだという間に半分って感じですね。いやいや、これはいいですね。残り半分もまたボリュームありますからね。このご飯のぎっしりっぷりはもうなかなかないですよ。やっぱりタレが染みてるのがいいですね、ご飯にですね。ご飯だけでも結構いけそうな感じですね。やっぱりご飯がバター醤油ご飯っぽくなってるんですね。これはいいですね。いや、これはお腹いっぱいになりそうですよ。これだけご飯も合いますからね。でも
この肉のゴロッとしたのがやっぱり味噌ですね。いや、いい食べ応えですよ。まあでもあれだけやったのにもうこれしかないですからね。やっぱ美味しくていいですね。というところで本日はこの松屋の鶏のバター醤油炒め定食をいただきました。ご視聴ありがとうございました。